生成 AI で枝かぶりを消す、邪道ですかね。たまには試したい生成 AI による枝かぶり消去、Adobe の Photoshop を使ってやってみます。これはベニマシコですけれども、この枝かぶりしている部分をどれぐらい修正できるかというのを今からやってみたいと思います。でまずですね、この選択ツールで、ここ行きましょうかね。この顔のところ、これどうなるでしょうかね。これを選択、できるだけこういうふうに選択して、目にかかってますからね、これ。はい、でこれで生成塗りつぶしで生成というのをやってみます。はい、まずここまで消えましたね。どうでしょう、これが生成 AI が出してきたものなんですけども、これとかこれとかこれとかこれ、どれがいいですか。これがいいかな、これがいいか、これがいいか、これがいいか、まあ、これが多分なんていうの、自然な感じがしますよね。でまだまだ行きたいと思います。で今度はここ行きましょうかね。まあ本物の写真と比べたらそれはね、もうどうしようもないですけどね。こうもうこの辺なんかどうだろう。これね、こんなに大胆にやっても大丈夫なんだろうか。はい、これで生成塗りつぶしやってみます。はい、取れましたけれど、これが残っちゃってるよね。これ何なんですかね。あ、そうだ、これ候補に、あ、これで取れてるわ。これね、微妙な感じですよね。これか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 、どうですかね、これ。皆さんはどちらを選びになりますか。これこう来たら、ね、ここに黒い点が出てくるからね、このここにね。でここもなんかおかしいしね。まあどれもおかしいか。あ、でもここはもともとこういう感じなんですよね。はい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 。まあこれでね、どうでしょうかね。これで良しとしましょうか。で、とりあえずこれで良しとして画像をまず統合します。で、これでね、1枚のこう写真になったわけなんですけども、これですね、ちょっとこう顔があれなんだけど、暗いんですけど、まあ、ちょっとカメラローフィルター使ってみましょうかね。これでちょっと顔がね、シャドウが、まああんまりねやりすぎてもダメなんだろうけど、あ、これこういう感じがいいかな。観光料はどうでしょうかね。ちょっとこれ、ああこれあんまりやりすぎてもね、これでね。でシャドウで白レベルね、白レベルはどうかな。あ、ちょっと出てきましたね。こうすると大幅にやるとこんな感じになっちゃうから、これぐらいで
黒ベレー帽はそのままにしましょうかね。まあ、色温度はもうこのままでいいんじゃないかな。ちょっとこれで、スポイトでやってみましょうか。この辺の白を基準にしたら、でもなんかこう青っぽくなりましたね。ちょっとやめますわ。はい。これで、やめた。それでですね、霞の状況ね。The haze。やりすぎたらダメですよね、これね。こんなもんかな。明瞭度。明瞭度を上げるとね、ちょっとこう、硬くなってくるんですよね。で、下げるとふわっとね、柔らかい感じがするんで、まあ、ちょっと下げる方がいいかなという感じはします。サイドいきましょうかね。サイドの赤。あんまりやるとね、これぐらい、これぐらい、ちょっとだけね、オレンジも少しだけ、でもマゼンタあるのかな？あ、これはあんまりないわ。もう触らない。はい、もうこれぐらいにしときます。で、OK。という感じですかね。まあ、どうでしょうね。この辺が不自然なのかどうか、ちょっと、まあ、後で比べてみますけれども。とりあえずこれで保存。別名で保存。さあ、どうでしょうか。ここね、ちょっと枝が折れたみたいな感じになって。とりあえずこの辺はね、取り除けたんじゃないかなというふうに思います。したがって、このアドビのフォトショップの、まあ、まだベータ版なんですけれども、生成 AI を使うと、まあ、少しはね、枝かぶりをなくすことができると、こういうことかなと思います。まあ、一番いいのは枝にかぶらないところで写すということなんですけども、まあ、いつもいつもそういうふうにうまく写せるとは限りませんのでね、こういうこともまあたまにはやってもいいかなというふうに思いました。ご視聴ありがとうございました。